本当にだからこの話が非常にそのどっちなのか、その怪異なのか、それとももう行き過ぎてて SF 人って話っていうのも中間ぐらいの話があって、まあ、ある方がこう DM 送ってくださったんですけど、でおそらくなんですけどその男性の方でね、おそらく僕らと同世代ぐらいの方じゃないかなと思うんですけど、東北地方にお住まいの方らしいんですよね。で今から20年ほど前、まあ、ある日その方東京にちょっと用事があって、車で東北地方から東京に来て、でその日お仕事を終えて、その日の夜また高速を使ってね、地元の東北に向かってたらしいんですけど、ある地点に差し掛かった時に前方数十メートル先に光る何かが、高速道路の上にですよ、突然光る何かがボンと現れるんですよ。で本能的にえあれ何って思うんですけど、次の瞬間それは消えてるんです。ただあれ今の一体何だろうと思いながら車内のデジタル時計見たら30分が経過してるらしいんです。たった一瞬1秒で、気づいたら1秒後に30分経過してると。でもう一つ不思議なのが、なんでこれ時間も経過してんだろうと思いながら、まあ、ずっとね車運転してるんですけど、窓の外に流れてく景色に見覚えがあるらしいんですよ。ただ見覚えがあるんですけど、それがまあつまりね、ついさっき通った道、その街並みが逆に走ってると、逆に過ぎていく。つまりどういうことかって、1秒前と走ってる車線が変わってるんですよ。反対車線走ってるんですよ。あっという間にさっき通過した料金所にたどり着いてしまう。で料金所の人に、まあ ETC なかった時代だって言うんですけど、あのお金払ってくださいって言われて、いやいや、あの僕さっき払ったんですけど、まあ、そこであの揉めることになったらしいんですけど、気づいたらこう U ターンしてたみたいなイメージ。そうなんです、 U ターンしちゃってるんですよ。逆車線にいるんですよ。でまあなんだかんだって時間をねそこで費やして、ようやくこの地元に帰った時には、まあ、次の日の昼近くなってたらしくて、で当時この方マンションで、彼女さんとね、彼女で一緒に住んでたらしいんですけど、その晩のことなんですよ。まあ、いつものように彼女と一緒にベッドで寝てたら、突然あの、まあ、この方5階に住んでたんですけど、窓の外からブーンっていう低い音が聞こえるんですよ。でそれ聞こえた瞬間にとっさに脳裏に、あの光だってのを連想するんですよ。脈絡なんかないんですけど、でも本能的に思うのは、あの光に見つかっちゃまずいと思ったらしいです。でもね、この一緒に寝た彼女はもうそれに気づいちゃって、でね、ねあれ何って、なんか彼女の腕引っ張って、お前もう見ちゃダメだって言ったらしいんですけど、それからもう十数年経って、まあ、その彼女とはねもう別れたらしいんですけど、十数年経ってある日その別れた彼女から連絡が来て、はい、で久しぶりどうしたっつったら、実は私あのあと子宮頸がんを患って、でそれがもう全身に転移して、あのもうすぐ本当の意味でお別れなんだと。で最後にね、あなたにこれを伝えておきたかったんだけど、何年か前一緒に住んでた時に、あの窓の外にね光があって言った時あったでしょ、私あの時あなたが止めたけど、私カーテンの隙間からちょっと見ちゃったんだ、窓の外にいたの真っ黒な UFO だったんだよね。でその UFO、 真っ黒な UFO に窓、丸い窓がついてて、その窓の内側に年を取ったあなたが乗ってたの。で私とっさにあなただって気づいたんだけど、年を取ったあなたが私に向かって「し言うな」って合図したんだ。だから私その時言わなかったんだけど、最後に私あなたにこれを伝えたかったんだよねっていう連絡が来て、でその後、結局この元ね付き合ってた女性っていうのは亡くなったらしいんですけども、でもね僕、いやこの体験者の方もね、これがどういう現象だったのか僕未だにわからないんですということだったんですけど、
僕もねこれ何をどう思ったらいいんだろうっていういろんな見方はあると思うんですけど、僕なんだかねこの話とっても好きで、まあどこまでいってもこれは推測の域は出ないですけれども、もしですよ我々が普段ねこう怪談なんかやっててよく出てくるあの世っていうフレーズありますけども、もしあの世っていうものが、まあ非常にね SF チックな、僕もそんな知識はないですけど、はい、別次元のことだとして、はい、別の次元で、うんうん、あのこの彼女さんもねこの体験者の方も生きているんだとすれば、まあ年を取ってる彼も存在するわけで、なるほど、この亡くなった女性っていうのももしかしたら別の次元で、うんうん、年を取ったこの彼と男性と、うんうん、もう一回会えたりもするのかなとか考えると、ちょっと今生きてることとかその死後っていうものに、はい、うん、希望が持てるじゃないですけどね、あ何か、なるほど、はい、ネガティブなものだけではない気がするんですよね、うんうん、あ、なるほど、まあ、確かにそう捉えると、まあ、ちょっと夢があるというか、うん、不思議な感じではありますけど、はい、うん、